はい、こんにちは、レトスノーノです。4月27日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。5月から宅建合格する方法として、3つ目の動画、イメージですね。これを作成いたしました。この動画の最後にお知らせいたしますので、参考にしてみてください。また、個別指導の募集終了まであと4名となりました。また、今月末をもって一旦募集終了しようかと考えておりますので、その点もご注意いただければと思います。毎年この時期から受講していただいた方についても全く法律知識ゼロから合格していただいておりますので、本気で今年の合格を目指しているという方は個別指導で一緒に勉強していきましょう。それでは本日の問題に入ります。 A は B に対する金銭債権を C に譲渡し、4月1日付の確定日付のある証書を B に送った。その後 A は D に債権譲渡を行い、4月2日付の確定日付のある証書を B に送った。この場合 C は D に優先して権利を行使することができる丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはこれ×ですね。債権が二重譲渡された場合、確定日付のある債務者の承諾、もしくは譲り渡しに A から債務者への通知、で、対抗要件を備えます。で、これは、昨日勉強した内容ですね。では、どちらも対抗要件を備える場合はどうなるのか。これを考えると、通知が到達した日、もしくは承諾の日時の前後によって優劣が決まります。つまり、今回の問題文で言うと、通知が先に到達した方が勝ちだということなんですよ。で、問題文見ると、どちらが通知が早かったかってこれ、書いてないんですね。あくまでも書いてあるのは確定日付が書いてあります。で、ここでは判断しないんですよ。どっちが先に債務者 B に到達したかっていうところなんですけれども、これ、どっちが先に到達したかは書いてありませんので、C は D に優先して権利を行使することができるというのは誤りになります。で、問いにですね、宅建業者 A は宅建業者でない B に、A 所有の完成宅地を1200万円で売却する契約を締結した。手付金として200万円を受領する場合、A はいつまでにいくら保全措置を講じないといけないか。まあ、これ今回、記述式になっておりますけれども、まあ、これもね、記述式って出題されません。ただ、これぐらいはちゃんと答えれるようにしておきましょう。で、答えは、手付金を受領するまでに200万円を保全しなければならない。で、本紙は、発縮規制の一つである、手付金等保全措置のルールなんですね。手付金等保全措置では、対象となるのは手付金や中間金など、引き渡しをするまでに、受領するお金すべてが対象になってきます。つまり、まあ、中間金受け取るっていうのであれば、中間金も保全措置の対象だよってことですね。で、今回、完成宅地って問題文に書いてあったんですけども、これは完成物件ですね。造成工事が終わった宅地、土地のことなので完成物件です。で、完成物件の場合、代金の 10% もしくは1000万円を超えて受領する場合、受領前に保全をしなければなりません。で、今回 10% ということは1200万円の完成宅地なので、1200万円の 10% って120万円ですよね。だから120万円を超えて受領する場合は、受領するまでに手付金を保全しなければならないんですね。つまり今回200万円の手付金受領するわけなので、これを受領する前に200万円を保全しなければならないということになります。で、ちなみに完成物件の保全措置の方法なんですけども、保証委託契約、保証保険契約、指定保管機関による保管のいずれか、この3つのいずれかですね。この保全措置の方法も合わせて頭に入れておきましょう。で、さらに、本文で重要なことっていうのは、手付金等の保全措置と手付金額の制限のつながりなんですね。ちょっとここまで、解説すると話長くなりますので、この点については個別指導で解説していきます。しっかり考え方を頭に入れていきましょう。問3ですね。宅地造成工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地施設用地の造成のため、10万平米の土地について、切り土もしくは盛り土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない、丸か×かという問題です。で、答えは許可が必要なので、×ですね。宅地造成等規制法の許可、これは都道府県知事が行うんですけども、これが必要なのは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において、政令で定める土地の形成変更を行う場合です。で、土地の
で、土地の形成変更っていうのは、まあ、造成工事っていうイメージで全然構わないです。で、政令で定めるっていうのは、これ、大きさですね。例えば、切り戸、盛り土を行う場合、500平米超の造成工事の場合は、この政令で定める土地の形成変更に当てはまります。で、今回10万平米ですよね。10万平米の土地について切り戸または盛り土を行うって書いてありますので、これはここに当てはまります。政令で定める土地の形質変更ですね。これに当たります。あとはこの部分です。宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う工事。まあ、どちらかに当てはまったら、これは許可が必要ということです。で、宅地ってこれ何なのかっていうと、宅地の定義っていうのは、これは宅地造成等規制法の宅地の定義なんですけども、農地、採掘放牧地、森林、道路、公園、河川、まあ、その他政令で定める公共施設のように供されている土地以外の土地なんですね。これら以外の土地です。この中に墓地って入ってないですよね。だからこれ以外の土地だから宅地に当てはまる。つまり、宅地にするためですよね。墓地にするためだから、まあ、これに当てはまりますね。まあ、もしくはこっちかもしれないですね。どちらかには当てはまるわけです。だから許可が必要だということになります。よって罰ですね。まあ、これもルールに基づいて解けば簡単に解ける問題です。必ず解けるようにしておきましょう。で、初めにもお伝えをした5月から宅建合格する方法の3つ目の動画、イメージですね。こちらの真ん中に表示しておきますので、こちらご確認いただければと思います。こちら動画ない方は、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レドスの小野でした。